小山智仁、3年ゴールキーパーです。ゴール前での1対1です。毎日しっかりとご飯を食べることです。選手権の時に試合前必ず飲んでいました。練習や試合前に飲んでプレーアップしていきたいです。シェイカーを使わずに飲めるのでとても便利で、味はとても美味しかったです。練習後や試合後にしっかりと飲んでいきたいと思います。インフルエンザなどの病気にならないように、人の多いところではマスクをしています。京都立花高校の富田空君と AC 長野パルセロユースの牛越大吾君です。中学の時一緒に練習していたので負けたくありません。シュートを多く防いでチームを勝たせたいです。インターハイ、選手権大会、両方全国に出て先輩たちの記録を起こすことです。